下です。カメラが下で飛んでいるところから水平もしくは下の部分、真下の部分を、こちらのドローンは航空法の規定から外れています。何が違うんだろう。機能はそんなに変わらないですけどね。まあ多分操縦とか安定性は全然違いますけど。まさにそこですね、黒ですね。はい、黒ですね。ここ取るべきです。はい、あとですね。ここ取るべきです。飛んでないところ。これもこれです。そうですね。これ銀こっちですね。こっちです。みんな今のうちに落としなよ。必ず目視をしてください。大阪的なノリいらないですけど。目視をしていただいて、ちょっと右に持ってください。はい、右を右に倒してください。右を右に倒すと倒してください。そうですね。おー、ゆっくり左に戻します。ゆっくり左に。倒し方をゆっくり。はい、ゆっくりいきます。はい、他の方もね、どんどんプロポを交代していただいて大丈夫ですよ。ね、機体はね、目視しながら渡してください。はい、鷹とかはね、本当に襲ってきます。まっすぐ警戒してる。ねー、すごいですよね。あー、やってます、おー、危ない。はい。すごい。あ、海ですね、本当ですね。今こちら側のドローンが150メートルです。ここから改正航空法の上限を超えます。これね、200メートルですね。皆さん映像見てください。回してください。200メートルの映像です。目視できますか、本体。本体探してみてください。虫のようです。あれが本体なんですね。